疲れ様でした。もちろん好ゲームだし、勝ちたかったゲームっていうのもあるけれども、また、しっかり切り替えて、前を向いて、みんなでやっていきましょう。お疲れ様でした。めちゃくちゃいいゲームできてるよ。俺ものしなかったらもう何も残んないからだけれども、しっかりとそういう時は横のやつと繋がって声かけ合ってしっかりと解決していこう。コミュニケーションとって、あとは思いっきり自分たちのプレイするだけ。自分たち信じて、自分信じて、仲間信じて、チーム信じて、あとはここにいるみんながいてで、そこをチームを代表してピッチに立ってるっていうところは絶対忘れないね。オッケー。最初の10分、パワー出していきましょう。よっしゃ、じゃあ、もう一回パワー出してね。遅いからね。俺の入りから、100% 入っていくよ。テンション高めていこうね。今から、お隣のやつとしっかり話して、つながって、もうそれはいつものこと。特にきつい時ほど、しっかりとそれをやっていこう。オッケー。あとは最初のもう5分でもいいから、やっぱりもう相手に対して圧力出そう。もうこれはもう前から行くんだって。俺たちはもう前から行くよ今日っていうのをしっかりとピッチ上で出せるように。もう最初の5分だけでもいいからまず出す。で、それがうまくいかなかった時はそれはもうこっちで判断するし、ピッチの中でみんなが判断してくれれば構わないし。でも最初から引くのは絶対ない。もう今日は相手をやらせないんだよ。サッカーさせない。相手繋いでくるんだからもうそれさせない。だから前から行く。もうそれをしっかりピッチ上でまず5分。しっかり表現していこう。相手を飛び込むんだよ。相手を飛び込むんだよ。ホームゲームね、ホームゲームね、絶対勝つ、絶対勝つ。で、このゲーム絶対勝つためにはもう先日以前にやんなきゃいけないこと全員がしっかりやるっていうことが絶対条件だから、もうそれは隣のやつにもしっかり伝えて、もうやってないやつがいたらしっかりコールして、地上にいる11人が責任を持って、で、3メンバーもいるからね、最初の笛から出し切っていこう。オッケー。そこにいる全員で勝てるように。よし、行こう。大変なゲームになるよ。もちろん、気候もそうだし、相手がそういう相手だし、最初のバトルのとこ、セカンドボール、プレスバックも含めて、やっぱりそこで、ね、誰か一人でもサボったら、自分たちが不利な対戦、どんどんなっちゃうっていうところは、もう一回、自分たちでしっかり表現していこう。まずはそこが大事なんだっていうところね、戦術以前に。で、それができた先に、みんなが一人一人、じゃあ自分のクオリティ、自分のストロングポイント、じゃあグループでのストロングポイント、そういうのを出せるように、やっていこう。で、あと思い出してほしいのが、前節、途中から入ってきたメンバーが、とんでもないパワーをチームに与えてくれたっていうところだよ。で、それで勝利につながった。で、俺たちにはそういうメンバーが控えてるからね。じゃあ、上がなった瞬間から自分の 100% をしっかり出せるような。で、それができないと、やっぱりこの相手勝てないよ。ホームゲーム絶対勝つ。よし、行こう。何もなさいけど、俺たちはもう一回ね、チャレンジャーなんだよ。すごい、なんかいいチャンスじゃない。相手首位のチーム。じゃあ、リーグにおける首位のチーム。じゃあ、俺たちチャレンジャー。俺たちのホームゲーム。絶対勝とうよ。勝ちだと思います。その勝ちっていうのを、やっぱりみんなが出場で示す必要があるよっていうこと。あと最後に、じゃあこの2週間いい練習ができたっていうところで、でもピッチに立ったのは11人。ピッチに立ったのは11人。いい練習ができたのはここにいるメンバーがいたからです。みんなが 100% でやってくれたから。じゃあそいつらの気持ちも背負って戦うのはもうみんなの責任だよ。それはピッチに立った11人がまずやんないとダメなんです。その気持ちを背負って。よし、絶対勝とう。いい準備できたからね。すごくいい準備できた。もうあとはピッチでやるだけで、いくらいい準備ができたとしてもやっぱり今日のこのピッチ上で表現できなければ何の意味もないっていうようなところだ。じゃあ何表現するんだって言ったようなところで、じゃあ自分たちの土台のところ、まずやっぱりその自分たちのベースとなっているところ、俺たち水戸戦でおろそかにしたところ、それはもう絶対にその部分で相手に絶対負けないっていうのはもう絶対、それプラスみんながそれぞれ持ってる、じゃあ自分の価値だよ、自分のストロングポイント、それをピッチでしっかり表現しよう。もうあとは思い切ってやるだけ。いい準備できた。もうあと全ては勝つため、勝点3取るため、ホームゲームね、強い気持ちで、もう笛になった瞬間からホームゲームだけで、この通り相手をまずベースで上回ること、これが絶対条件。よし、行こう。間違いなくタフなゲームになるから、ね、その覚悟を持ってピッチに立つっていうことがすごく大事で、もう何回も何回もなんだけど、
今日のゲームも間違いなくここなんだよね。間違いなくここなの。もう自分たちの土台の強化さを示す。で、じゃあここで必ず相手を上回ることができたら絶対俺たちは勝てる。だからこそここをもう自分たちでしっかりと表現し続けなきゃいけない。自分たちが積み上げてきたものをピッチ上で表現しなきゃいけないっていうところ。そこに関して絶対にサボることなく、もう自分のパワー、フルパワーでやるっていうようなところが間違いなく大事になるから。それで勝ち点3を取るっていうような。で、またがきも伝えるホームゲーム。で必ず勝ち点3を取って、今日見に来てくれた人たちを喜ばせて、笑顔で帰らすっていうのは俺たちの義務だよ。本ゲームなんだ。で、じゃあ 前回の試合、前節俺らがどんな相手で、どんな試合をやったのか、もう全く関係ない。もう一回、そのパワーをここで出さないと全く意味ないんですよ。それもうみんなが分かってるから。じゃあ、笛鳴った瞬間からもう 100% に。よし、行こうすごい、もちろんいいプレーができてるんだけど、もう一回思い出して、このゲームの入り、最初15分どうだった？最初15分、めちゃくちゃきつくなかった。めちゃくちゃきつかったと思う。でもそれで踏ん張れたんだよね。踏ん張れた。踏ん張れて流れ持ってこい。同じことが起きる、間違いなく。だって03だもん、相手。絶対前に出てくる。あれ以上に出てくる。それを自分たちが受けたら、あの展開になる。開始5分、10分、15分まで1点取られたら、あいつらはどんどん勢いを増してくる。だから、最初の15分、すごい大事だよって、もうみんな分かってるよ、ね。最初の15分、すごい大事だ。じゃあ、どこで？ここだ、ここだよ。今日ここ。ここだけ。これをしっかり出すってこと。もう次の最初の15分。もうそれでもう試合決まるから。絶対にサボんなよ。絶対にサボんな。で、もう一点取り行くんだ、俺ら。もう一点取り行こう。そのパワーを絶対出していくっていうところだけ。じゃあ、もうそれ忘れないで。よし、行こう。まず自分たちがやってるし、まず相手じゃなくて自分たち。じゃあ自分たちがどれだけ今まで積み上げてきたの、まずそれを表現しないとダメだ。一番大事なそこ。じゃあ相手の強度必ず上回って、素でも上回って、戦う気持ちで上回って、もうそれができるかどうかっていうようなところだから。じゃあ今日ホームゲーム、さっきマサも言ったように、みんなすっごい必死に働いて、この日のために頑張ってくれてる。じゃあ俺たちがあと見せる番だよ。彼らを笑顔で返そう。じゃあ、よし！ナイスプレーだよ。で、今この結果を掴めてるのはみんながサボらず自分たちの強度で戦い続けた結果だと思う。で、これを後半の帰りもやらなきゃいけないというところで、俺がすごくちょっと気になったのはやっぱりこれだけのゲームの中でじゃあ中央でのコンビネーションがありました。すごくいいプレーが続いてると。だけどやっぱり俺たちがやってるのはサッカーだから、ミニゲームじゃないから、なんとなくそれで満足しちゃダメ。絶対に点を取んなきゃいけない。点を取るためにやってる。じゃあ点取れなかったらもうこれはもう何でもない。いくらいいプレーでそこまで前進しようが多分何にも起きてない。結局はだからゴールっていうところにもっともっとチームとしても野心を持って必ず。で、あとは切り替えのところとかも当たり前のことは当たり前にやろう。少しずつサボってるところが出てきてる。それが嫌なの。それが嫌なの。いいけどゴール取ってる。守備も頑張ってる。だけど少しずつサボってる。それをなくしたい。俺はそれを許すチームでありたくない。絶対に隙を見せないっていうチームでありたい。だそれを徹底して絶対にいいプレーをやってるからこそそれを続けなきゃダメだと思う。絶対にチーム全員として少しでもサボるところは絶対選手を許さないっていう雰囲気を作る。徹底して徹底して徹底して。もうみんなが言ってくれてたけど、じゃあ自分たちが日々積み重ねていることを表現しよう。それができれば俺たちは勝てる。絶対にもうそこ信じて。よし行こう。今みんなが言ってるように、もうじゃあ自分たちのペースだとかそんなの関係ないからね。俺たちもう結果だから。あと45分で必ずゴールを取らなきゃいけない。必ず守らなきゃいけない。じゃあ今までピッチでトレーニングでやってきたことをしっかり表現しよう。で、もう後半しっかりとまた100出そうね。今最初に出てるメンバー、いや俺たちこれだけのメンバーいるから、俺出せって言ってくれるメンバーがいるから、もうそこ信じて。新しく帰ってきたメンバーが絶対にパワーをもたらしてくれるから、そこ信じて思いっきりやり続ける。強度落とさない。相手出てくるからね。相手出てくるよ。じゃあそれに対して受け身になったら流れ一気に持ってかれるから、もう前半終わった、前半終わった、もう忘れて。もう一回目が鳴った瞬間から俺たちのペース持ってこなきゃいけない。じゃあパワー出さなきゃいけない。その覚悟ね。覚悟よし行こう。